I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone, this is a continuation of One Piece Burning Blood. Please enjoy.湾内の氷を溶かされ足場を失った白ひげ海賊団、分厚く高い包囲壁によって島内に逃げ込むこともできないという絶体絶命の状況にあった。しかし白ひげは前もって先行させていたコーティング船を浮上させ、クルーを救助、船をオーズジュニアに引き上げさせ包囲壁の内側に侵入した。打ち滅ぼせ海軍本部、勢いに乗る白ひげ。しかしその前に一人の男が立ちふさがった。ダメか、振動は来らねえな。どうも。バカ言っちゃいけねえよ。ナイスファイブ、気をつけな。おやじ先。ああ。ダイヤモンドジョズ、エースを救うためマリンフォードを吸収した白ひげはついに包囲壁内部オリス広場に到達。海軍と白ひげ海賊団の総力戦が始まる。青生地の相手をジョズに譲った白ひげの前にもう一人の海軍大将が現れた。
勝って暴れてもろちゃ、この島が持たんわい。ララララ、守ってみろ。英雄ガープが守りに加わったぞ。名前に踊らされるな、アーホンダラ。ただの老兵だ。貴様もその世代だろ。目の前の敵に気づけ。これだ。いちいち町を壊しやがって。守ってみろと言ったろう。英雄ガープが守りに加わったぞ。名前に踊らされるな、アーホンダラ。ただの老兵だ。貴様もその世代だ。目の前の敵に気づけ。調子に乗り寄っていちいち町を壊しやがって。油断しちょらんか。守ってみろと言ったろう。わかたれな。くそったれ。夜と死波は越えられんか。白ひげ。エースを救出するため進む白ひげ海賊団。威信をかけて戦う海軍と桜花七部会が行く手を阻む。エースのいる処刑台の下では一歩も引かぬ激戦が繰り広げられていた。どうした、危険。俺は腐ってる。エースさん、待っとれよ。もう一歩だ。今行くぞ。エース、エース、必ず助けるぞ。待ってろよ、エース。諦めんじゃねえぞ。クソ、俺は歪んでる。こんな時に親父が、弟が、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今にだって命が惜しい。あなたれどもには負けやしねえよ。信じるものはてめえで決めろ。赤犬からルフィをかばい命を落としたエース。目の前で兄を殺され、ルフィは放心状態に陥る。だが赤犬は容赦なくルフィに襲いかかる。
兄弟二人とも逃がさんと言うたはずじゃ。赤い犬さん危ない。赤犬に重傷を負わされながらも崩壊する海軍本部から配下の海賊たちを逃がすため、白ひげは戦い続ける。だがそこに誰もが予想しなかった男たちが来襲した。久しいな。死に目に会えそうでよかったぜ親父。いいし、じゃねえな。あるわけねえか。てめえだけは息子とは呼べねえな。ティーチ、四番隊隊長のサッチの無念、このバカの命を取って俺がけじめをつける。ぜはははは、望むところだ。サッチも死んだな、エースも死んだな、親父。調子に乗りやがって。おろ。おろ。なあ。最後に。おろ。とんじゃ。俺はあんたを心より尊敬し、憧れてたが、あんたは老いた。てめえ覚悟しやがれ。処刑されゆく部下一人救えねえほどにな。バナロ島じゃ俺は殺さずに置いてやった。死んだな、親父。俺の前では能力は全て無駄。どうだ、もう自信は起こせねえ。それが、ここまでか。能力を封じられてなお白ひげは黒ひげを下そうとした。しかし、この怪物が死に損ないのくせに黙って死にやがらねえ。やっちまえ。黒ひげ海賊団一味の総攻撃を受け、
白ひげはついに致命傷を負う。おめえじゃねえんだ。まだ生きてんのかよ。ロジャーが待ってる男は少なくともティーチ、おめえじゃねえ。はあ？ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を断てど、あいつらの炎が消えることはねえ。そうやって遠い昔から脈々と受け継がれてきた。そして未来、いつの日か、その数百年分の歴史をすべて背負って、この世界に戦いを挑む者が現れる。戦国、お前たち世界政府はいつか来るその世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。興味はねえが、あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。ワンピースは実在する。許せ息子たち、俺はここまでだ。感謝している。さらばだ息子たち。死してなおその体屈することなく、頭部半分を失うも敵をなぎ倒すその姿、まさに怪物。この戦闘によって受けた刀傷、実に267太刀、受けた銃弾100と52発、受けた砲弾40と6発。さりとてその誇り高き後ろ姿には、あるいはその海賊人生に一切の逃げ傷なし。白ひげシス。おかしいぜ、海賊が財宝に興味ねえなんてよ。お前一体何が欲しいんだ、ニューゲート。ガキの頃から欲しかったものがある。お、あるのか、教えてみろ。家族。おめえたちには全てをもらった。感謝している。さらばだ息子たち。Hope you all enjoyed the video. Like, share, and subscribe.